二の霊の森のハキパイ物語。今からほんのちょっとだけ昔のお話。雪のたくさん降る寒い北の国に二の霊と呼ばれる大きな森がありました。二の霊はそれは大きな古い森でしたから、たくさんの妖精や精霊たちが住んでいました。彼らはハキパイと呼ばれていました。そんなハキパイたちの楽しい物語、今日はそれを少しだけお話ししましょう。二の霊の森のハキパイ物語。